カムズ・スタジアムはマラウイのブランタイヤにある多目的スタジアムである。現在は主にサッカーの試合に使用されており、5万人を収容可能である。このスタジアムはかつてのイギリス植民地時代にはラングレースタジアムと呼ばれていた。現在のカムズ・スタジアムの名前はイギリスからの独立に尽力し、その後マラウイの初代大統領となったヘイスティングズ・カムズ・バンダにちなんだものである。 1994年に大統領がバンダからバキリムルジへと変わると、スタジアム名はチチリスタジアムへと一旦変更されたが、その後2004年にビングワムタリカが大統領に就任するとカムズスタジアムの名に再び戻された。なお、カムズスタジアムはフィファが発展途上国に対して行っているゴールプログラムにより、サッカー場の天然芝を 人工芝へ回収するための支援を受けている。このエクストリームターフと呼ばれる人工芝はアクトグローバルスポーツにより製造と設置が行われているものである。ありがとうございます。